3番ミエです。テレビで知る現実は不平不満不安を煽る。垂れ流された言葉たちは浄化されることもなくとどまる。心の隅にほんの少しのクエスチョンを感じながら過ごすうちにいつの間にかマスクをする自分がいた。変わり映えのない日々だと思ってた。まんまとやられたな。うっかりしてたらそのうち今度は防護服とか着てんのかね。いつからだろうこの世界はうさんくさいものにあふれている。いつからだろうこの世界は尊敬できない大人であふれてる。私が見た現実は満員の地下鉄の中で盲導犬の仕事の邪魔にならぬよう我が身をよじる人々。私が見た現実は死にかけた子猫のために寝る間も惜しみ抱きしめながらミルクを与え続けた獣医。捨てたもんじゃないなこの世界は思いやりにあふれている。捨てたもんじゃないなこの世界は優しさにあふれている。矛盾に満ちたこの世界はこれからも何度でも私を混乱させたり元気づけたり忙しく回るのだろう。ややこしいなこの世界はパスワードで溢れている。ややこしいなこの世界は人の欲望で溢れてる。愛しいなこの世界は光に満ち溢れている。愛しいなこの世界は愛に満ち溢れてる。ありがとうございます。古びた商店街を流れる人混み、映画のワンシーンのような夕暮れ。すっきりしない頭を巡らせながら今日も一日忙しかったなって思う。職場と自宅の行き帰りだけの毎日、季節柄仕事柄飲みにも行けない。終わりが見えない強制された時間は一体いつまでどこまで続くのかな。うるさい母さんが言ってました。仕事があるって幸せなこと
なんだよってうるさい母さんが言ってました。一人でも生きて行けるようになりなさいって。耳について繰り返し聞こえてるメロディー、商店街で流れていたロックンロール。そういえばライブにもしばらく行けてないな。やりたいことも好きなこともできてないよな。蓄積されてく私の不平不満はこの先どこに向かって行くのだろう。すっきりしない頭を巡らせながら掃除でもしようかなって思う。うるさい母さんが言ってました。いらないものを捨てたらすっきりするって。うるさい母さんが言ってました。鏡はいつも綺麗に曇らせるなって。してる小さい頃に描いていた大人の私、ちとも近づけてなんかないよな。あの日のあの子は今頃どうしてるのかな。すっきりしない頭を巡らせながらぎゅっと目を閉じて無理やり寝る。うるさい母さんが言ってました。羨ましがるな人は人、自分は自分って。うるさい母さんが言ってました。ぐっすり眠ることが何より大切だよって。うるさい母さんが言ってました。今があることに感謝なんだと。ありがとうございました。